フェアリーゴーン。フェアリーゴーン第1話、ハイかぶりの少女を振り返ります。私はマーリア、みんなから災いの子って呼ばれてるんだ。それはどんまいだね。私はベロニカ、ベルって呼んで。友達になろう。うん、私たちずっともだよ。かつて妖精郷スーナというところに、マーリアとベロニカという仲の良い幼なじみがいました。二人の幸せな日々は突然終わりを告げます。あちぃあちぃぎゃーす、燃やせ燃やせ、こんな村燃やしちまえ。スーナは焼き払われてしまい、慌てて逃げるマーリアとベロニカ。あいたー、故郷スーナを焼いたレイドーンを私は絶対ぶっ殺す。ベル。そして9年の時が流れ。おい、そこの姉ちゃん、何サボってんのよ。仕事しろよ。あ、ナンパですか。そういうの間に合ってます。名前ならマーリアです。とあるオークション会場でマーリアはフリーという青年と出会います。ドカーン、バキーン、にゃー、妖精が出たぞ。逃げろー、ゲラウコ。オークションに襲撃してきたのはあのベロニカでした。クラの妖精書は私がゲットしたぜ。ドク、なんだあの妖精は。じゃあ俺も久しぶりにぶち上げちゃうよ。トーン、ロクン。戦う2人。ベル、久しぶり。ずっと探してたんだよ。ちょっと何戦ってんの、2人ともやめなよ。あれ、妖精が飛んできた。あ、ちょま、ロクン。ベル、あれどこ行ったの。さっきの姉ちゃんならもう逃げちゃったよ。逃げちゃったじゃないんだけど、私ずっとベル探してたんだけど。9年ぶりの再会もすれ違うマーリアとベロニカ。そういえばお前、妖精が使えるとこの世界だと違法だから逮捕ね。逮捕とか無理だし、ベル探しに行くし。じゃあドロテア入れば。俺ら妖精に関する事件を扱うし、ワンチャンあるかもよ。マジで？入る入る。こうしてマーリアはドロテアへと入隊するのだった。第2話、狼の首輪と白鳥の羽へ続く。